国立劇場、オルデンブルク城ホルストヤンセン美術館、私壁火薬島後中央駅オルデンブルクは、ドイツのニーダーザクセン州北西部に位置する代表的な都市である。およそ16万人の人口を有し、これは同州においては州都であるハノーファー、ブラウンシュバイク、オスナブルックに次ぐ第4の規模にあたる。なお、シュレースビヒホルシュタイン州に同盟の町があるため、 通常は、オルデンバーグの後に、軍の略称である、をつけて区別する。オルデンブルク軍の中心にあり、ベーザー側の支流であるフンテ川と、キュステン運河の合流点に位置する。北海沿岸までは、約9 0トルの距離にある。近隣の都市としては、約1 0 0トル南に位置する、オスナブリュック、4 5トルほど東に位置する、ブレーメン。 5 0キロメートルほど北に位置するビルヘルムスハーフェンなどが挙げられる。オランダとの国境にも近く、フロー人間までは約1 1 0キロメートルの距離である。中世においては、オルデンブルク白領の中心都市であった。15世紀には、オルデンブルク白クリスチャンがクリスチャン一世として、デンマーク王に即位、オルデンブルク朝が成立した。後 オルデンブルク家の支流ホールシュタインゴットルプ家のもとで、白領から広告となった。ナポレオンによる征服後、ウィーン体制下で、オルデンブルク大公国が成立し、オルデンブルクは引き続いてその中心となった。第一次世界大戦後は、オルデンブルク自由州となり、第二次世界大戦後、イギリスによる占領を得て、現在へと至る。かつてこの地を治めた大大領主。 君主の居所であった。1667年までは、オルデンブルク博1785年からは、オルデンブルク国立劇場は、ニーダーザク選手州で最も古い劇場で、現在でもオペラ、オペレッタ、ミュージカル、バレエなどを上演している。2000年にオープンしたホルストヤンセン美術館では、当地出身の画家ホルストヤンセンの作品を約1800点所蔵している。 他にも、ニーダーザクセン州立美術館などがある。毎年夏には、3週間にわたる、サマーフェスティバルが開催されている。期間中は、市街地を中心にジャズコンサートや、ストリートパフォーマンス等の各種イベントが連日無料で、催される。自主制作映画を対象にした、オールデンブルク国際映画祭が1994年より、毎年開催されている。 ナイトライフの中心は、バル通り周辺で、近年多くのバー、クラブ、カフェができ、幅広いスタイルの遊びが楽しめる。最もよく知られた、郷土料理は、細かく砕いた穀物と香草を含んだピンケルという、ソーセージで、通常は湯がいたケールや炒めたジャガイモと合わせて、食される。日刊の一般紙として、1946年より、ノルトベスト新聞が発行されている。 詳細はカテゴリーオルデンブルク出身の人物を参照。ありがとうございます。